はい、こんにちは。大事はいやらないんです,です、ね。本日はですこちら、ザカトブのソフトウォースライスを続けてですね、まあ、また続けて続けて2回目なんですけど、やっていきましょうということですよね、本日こちら、カスタムイメージというところで,ですね、あることを気づきました。それは何かというとここで、ここでイエスを押すと、自分のね、まあ、持っている画像を、まあ、何でも好きな画像をちょっと選べるんですけど、まあ自分の、まあ、例えば、極論言うと自撮りした画像とか、ね、そういうのができるんですけど、これイエスと押して、 よしと自分の画像を使えるんですよ。なので、今回ちょっと自分の YouTube チャンネルのスクリーンショットしたやつをちょっとここに引用しましてちょっと使っていこうとを思います。で、その自分の YouTube チャンネルの中をちょっと様うかなと思っているんですよね。めっちゃありますね、これ。うん。ライチアイアラインちゃんとありまして、<laughs> なんか登録者数が312人というこのみたいな書かれていますけど、 この空間ちょっと探検してみましょうか。台車絵洗い。えー、もう空間ねじれて、僕の顔がねじれてますね。うわぁ。<laughs> 僕の顔がだらけになってますね。うわぁ。うん。これ、す,すごいことになってますよ、ね。僕の顔だらけになってますが。ねなんか、変な形になってますね。よく見るなんか、なん,なんかのマット動画みたいな。ありますよね。オートマットみたいなふざけた動画。うん。 なってるんですよこれ僕の顔にちょっと侵入してみましょう。じゃーっと。これ僕の目ですよ、これ。目。これ多分僕の肌ですね。<laughs> これ、まあ大丈夫でしょう。うん。その肌とか言ってますけど。うん。いやべちゃん、そんな、バンなるほどのあれじゃないでしょう。うん。ただの肌色なんで。肌っていうのは肌色のことですよ。はい。と思ってください。日本になんかまた YouTube の動画ありまして、これなんだ うわ僕の YouTube チャンネルですね、これ。ザーッとありまして。せっかちょっと探検しますが。う細かくなってますね、ここら辺。あ、これなんかの口みたいになって。バイキンマンの口みたいに。ねとりあえずこれ、ここの空間探検しますよ。僕の YouTube チャンネルの中を探検してみましょう。 あ、ちゃんとこ,こに貼,貼られてますね、僕。ねえ。ダイチャーエアライン。あ、これサムネ決定でしょこれサムネですね。2分33これサムネしましょうか。これサムネしましょう。これ面白い。これ、これ、予想しましょうかね。これ、ちゃんとこうなってるんで。これ面白いですね。これサムネに、サムネにするのありでしょう。よし。 なってますね、これ。あうおーすげえ <laughs> すごいですね、これ。僕の顔は大量にありますよ。うわーこれもサムネにしてもいいかなと思うんですよね。これもサムネ候補、2分、あ、3分15秒あたり。ほう。まあ、ここら、ここら辺なんかすごいとなってますね。 ちょっとこっちてみました。雲みたいなのありますよね。これこ、れこれ、これ。こ,これ、これ、これ、これ。まあぶにょーっと伸びて。あ、これ、ホラーですね。結構。うわ、怖っ。この、怖いですね。結構。なるほど、なるほど。こういうことになるのか。僕の顔が大量に発生して。ええー。なんか面白い形になりましたね。これ、これぐらいでちょっと固定しまして。なんか、キャッ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 って。 声が聞こえてきそうなほどの怖さではありますが。なるほど、こうなってるのか <laughs>。ええ。なんか、川が奥行き深くなってきました。で、ちょっとこの辺空間が暗くなってきましたね。ほうほうほう。なんかよくあるんですね。まあ、モノクロのホテルみたいな感じでしょうか。見れますでしょインテリアとか。 そういうカターマンとかそういう感じでしますね。でまたここに戻ってきました。うん。妄想考察、ラインボロンジャーみたいな感じでやってますけど。うん。あ、これ、なんか登録,登録してるチャンネルも出てきちゃってるのは大丈夫か、これあ。大丈夫か、別に。まあ、なんかニュ,ニュースとか載ってますけど。 なんだこれ。あ,あ、他のチャンネルの方もちょっと乗っちゃってますが。まあ,あ大丈夫でしょうか。ねあくまで僕の YouTube がメインなんで。もしかしたらさっきも映り込んでたかもしれませんね。気づかないうちに。まあ,あ大丈夫でしょう。うん。あ、これ。ここちゃんとまっすぐなってますね。あちゃんとここ半円。うっすら。あ。 ちゃんと向きがなってませんね。なんか逆転してるものが多かったんでね。さっきまで画像が。うん。なるほど。こういう感じでしょうか。こう見たら普通な。うわっにねじれました。もの空間ねじれました。ねじれちゃいました。あこれ。ほう。怖いな。 これも怖いな、なんか。ヘリコプターみたいなのあるし。<laughs> ヘリコプターか、これ。うん、ヘリコ、爆弾みたいなのありますけど。うん。あ、耳か。この赤いのは。なん,なんで、こんな赤いんだと思ったんですけど。うーん、なるほど。ちょっと怖いですね。これ、これ、これ。うわーこれはえぐい。 これはエグい。これはエグい。うわ。ちょっと、なんか外でね、なんかサイレンとか鳴ってるんですけど、消防車の音みたいな。うん。ちょっと怖くなってき,たきましたね、それも合わさるてうわ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 。これ、グロ、グロですね。ちょっとエスラン注意ですわ、これ。うん。いく,いくら自分のやつだとしても、これ、ちょっと怖いです。恐怖ですわ。 顔がこんだけ敷き詰められてね。うん。とりあえずここ進んでみましょうな。パッと見ね、コーヒーショップみたいな、喫茶店みたいなカラ,カラーなんですけど、そのカラーの、えー、元凶は、えー、実は人の顔でしたと。うん、そんな恐ろしいことあるかってね。うん、これもなんかおしゃれなデパートとかに合いそうな、ね、まあ色使いですけど、 実はこれ人の顔が元になってるんですよと。これなんか僕の顔ありますね。ちょっと僕の顔に突っ込んでみましょう。特に目のところに。目に突っ込んでみましょうか。うん。なーってきて。よし。うわ、僕の目が。こう。なるほど。こうなるのか。さっきは怖いしか言ってませんがね。語彙力大丈夫かいってなるんで。まあ、他にも言葉を探したらおよさそうなんですよ。 顔が顔を作ってますね。この黒いのが口、口みたいな感じで、目、目、鼻、口みたいな感じで、見えますでしょ、これ。この口の部分行ってみましょうって、行けなかった。なんか肌色になってますけど、これ、まあ大丈夫でしょ、うん。これは別に、うん。洞窟と思えばいいんで。あ、なるほど。 なんかさっきのと比べたらこれが可愛く見えてきますね。可愛いくらいですね。全然マシですね、これは。なんか謎に青なんで、おぉ、なんかすげえな、ここ。いいカラーですね、カラー。カラー的には空港とかによくあるようなカラーリングで。ね。これ青色っていうのはいいと思うんですけど、こっちにとりあえず戻りましょう。 あ懐かしいですね、これも。1年前か。1年前ぐらいなんですけど。まあ、なんでしょうかね。まあ、面白い話をしてるということです。でこおぉ、動画だらけになってますね、今回は。これはいいでしょ、普通に。YouTube のプログラムの仲間だってこんなことになってるんでしょ、多分。ね まあ、そう思えば怖くないです。ただ、この近未来の世界に突っ込んでみましょう。うわ、これ顔みたいですが。こんな感じか。うん。これは近未来の、まさ、あ、むで使ったちょっとある近未来の画像なんですけど、こんな感じでした。今回、そうしたら、まあ,あ、見れたんで、だいぶ、ね、 みたいなを見れたんで、なんだこれ。お久しぶりですね。やってますけどこ。ここだけなんかすげえ圧縮されてますね。なんかこれバーガーショップみたいな、ハンバーガーみたいになってますけど。あ、面白いカラーですね。いいカラーですね、結構。これ、あ、これ面白いカラーですね。なんかコンビニとかでもありそすよね。セブンなんちゃらかんちゃらみたいな感じでも。 とというこで、まあ、本日ここら辺で終わります。本日ご視聴ありがとうございました。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは、ね、はい、チャンネル登録などお願いいたします。では。